飯田誠くんの東京写真百景2015グランプリを祝して、もう一回言ってみ、グランプリを祝して、俺は逆がいいと思ってて、そうなんだ、いやいや、私も地元以外もそうだから、いや、受けがいいんだって、こっちは。今まで何やった、今までで俺がこれでもやばい、お疲れ、バイバイ、乾杯。すごいよな、ほんと。何が足りないんだろう。塩？え？塩が足りない。いや、もうみんな撮ってるチーム、俺5年前だから、俺2年前、俺2年前、こっち去年なんか飲む？うん、何出すか決めた？まだ。慎吾は？うん、はい、ありがとう。夏美さ、うん、俺が実家帰るって言ったらどうする？いや、もう無理かなって思って。写真って才能だと思うし、200年続く酒蔵を俺の代で廃業させるわけにはいかないしさ、酒屋も悪くないかなって思って。それでいいの？ねえ、
夏美、まだ
すいません。いらっしゃい。こんにちは。なんかパンとかってないですか？パンそっちから。これお願いします。350円ね。はい。いやすんごいカメラだな。やっぱりよく映るのか。どうですかね。綺麗に撮るならもっと他にもあるんですけど。ってなんで？なんていうんですかね、綺麗さというよりもこう奥深さが出るっていうか、まあ好みの問題ですけどね。なんだか趣味にして本格的だな。一応写真学科の学生なので。ああ、学生さんかい。はい。こんなとこへよっきなすってん。おはよう。おはよう。おはよう。ちょっと待っててくれ。あ、はい。外にいないと思ったお客か。珍しいな。うるせえ。夏休みか。うん。でもプールあるから忘れないでよ。はよ。じゃあね。バイバイ。気をつけてな。地蔵さんって名前なんですか？いや、なんでかそう呼ばれるようになってね。子供たちの守り神だから？そんな大したもんじゃないよ。あれ乗ってんのかい？はい。間に合わないってよく言われるんですけど。女の人には珍しいね。まあ大事なバイクなんで。あんた名前は？河合夏実です。美しい夏に生まれたから夏が美しいって書いて夏実です。そうかい。どうかしました？いや、かっこいいよ。ありがとうございます。たまにね、ああいうのでふらっと迷い込んでくるやつがいるんだよ。へえ、そうなんですか。ありがとうございました。上がってってよ。狭いうちだけど休んできて。いえいえ、そんな大丈夫です。スイカがあるから食べてって。じゃあちょっとだけ。たくさん食べてね。どうせ二人じゃ食べきれないんだから。ありがとうございます。いただきます。あれですか、将来は写真家の先生におなりになるの？まあ、なれたらいいんですけどね。夢があるってのはいいことだよ。いただきます。
美味しい。あ、この辺ってホタルいませんか？ホタル？はい。どうかね。最近はめっきり見かけないな。なんで、ホタル取りに来たのかい？はい。あの、向こうの川岸で一晩探したんですけど、見つかんなくて。一晩の？うん。あ、でも休みながらですよ。あの、テント張ってるので。そりゃ大変だよ。川はいつ増水するかわかんねえから危ねえよ。よかったら、うち泊まってっかい？いや、そうだよ。向こうの部屋は誰も使ってないから、好きに使うといいよ。うん、大丈夫です。お気持ちだけで。そうか。キャンプも結構楽しいですし、うん、そうしないと意味ないし。気をつけます。美味しい。代わりに追加もう一個いただきますね。どうぞ。お邪魔します。
家探したんだぞ。地蔵さんがね、一緒にホタル探しに行こうって。え？竹原の女にも川があるんだよ。ほんと？あ、行こうぜ。行こう。オッケー。事故であったんだよ。建築現場でね。ホタル出てこい。出てこい。おい、うるさくしてるとホタルも驚いちゃうぞ。俺が子供の頃はそこら中にいたのにな。せっかく来てもらったのにごめんね。小さい頃お父さんとよくホタル見たんです。それでここに来たのか。まあ。お父さんまだ？じゃあ、お父さんはもう。で、お父さんにまた会いたくなって、だからホタル取れたらいいなって思ったんですけど。この景色だけでもう十分です。じゃあもっと上流の方に行ってみるか。いいんですもん。一匹素敵なのが取れたし。いや、あんなの。いただきます。いただきます。美味しそう。おいしい。たくさん食べて。あの、それよりもお願いがあるんですけど。やっぱり止めてもらうことってできないかなって思って。何？そんなに目線うまかったか？
まあ、そうなんですけど、みんなの写真をもっと撮りたいなって思って。みんな？やだ、モデルなんてできないよ。そんなことないですよ。やった、いや、無理よ。けどさんも、いや、俺はいいよ、出れるよ。あとお風呂も入りたいなって。ああそうだ、うちのお風呂は薪で炊くからお湯が柔らかいんだよ。すごい、そんなのあるんですか。うん、でも薪の方はずっと使ってなかったから、うん、今日はもう無理だけど明日掃除しとこうかね。うん、はい。あ、それとねえねえねえ、ちょっとこっち来て。ん、おいで。ここに布団敷こうね。あ、ありがとうございます。はい、あ、いいです、いいです、やりますやります、はい、はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ。おはようございます。もしもし、おはよう。うん、ほんと？うん、はーい。来ちゃった。何その女子みたいなセリフ。ここがお父さんの来たとこ。まだこだわってたんだお父さんのこと。そういうわけじゃないけど、凛子が答えを出したように私も考えたかった。なんか見つかりそうだし。お兄ちゃん綺麗になったね。うん、でももっとやったらピカピカだよ。もっともっとやったら地蔵さんなんて言うかな。おー、綺麗になったなって絶対言うよ。クラスメートの相葉慎吾くんです。
はじめまして。お願いがあるんですけど、彼も一緒に泊めてもらえませんか？一緒に？もちろん別々の部屋で。お金も払います。まあ空いてる部屋だから。すいません、ありがとうございます。ありがとう。何か見つかりそうって、もしかして慶三さんのこと？まあそれもそうだけど。ずいぶん綺麗になったな。これなら運動会が開けそうだよ。地蔵さん、ちゃんとタンポポだけ残したよ。お前たちは偉い子だな。地蔵さんのタンポポだ。地蔵さんってタンポポ好きなんですか？え？まあな。バイバイ。じゃあね。気をつけてね。うん、じゃあね。バイバイ。バイバイ。ちゃんと滑るから遊ぶよ、絶対。うん、だってね、うん、ティンゴちゃんが遊べるって言った。バイバイ。いい写真撮れた。うん。ただいま。うん、最近うろついている女だな。こちらは雲月さん。川岸の森にいろりを結んでる仏師さんだよ。仏師？仏を彫る人だよ。おめえら家賃はいくら払うんだ？まさかただ飯食らおってんじゃねえだろうな。そんなんじゃないよ、この子たちは。変なこと言うなよ。泊まってけっつったのは俺らなんだからよ。お言葉ですが、話はついてるんです。空き部屋の掃除と店番、もちろん食費も払いますし、あなたが今飲んでるのも彼が持ってきた日本酒の最高級品ですよ。大吟醸、心コロコロ。ちょっと夏目。悪いね、嫌な思いさして。悪い人じゃないんだけどね。ううん、これで生き返りました。5年ばかし前かね、この村に来て人並みになったもん同士、
あの子のたった一人の友達だから許してやっておくれね。地蔵さんって結婚されてたんですか？まあずっと前のことだけど。湯加減どうだい？最高です。ばあちゃん、隣に行って。いいんだよ、こんなばあちゃんは。いいから。ほらほら、魂抜かれるわけじゃないんだから。行くよ。もう一枚行きます。いい写真撮れてそうだね。うん、よかった。で、何？え？なんか話があるんじゃないの？うん、
夏美さ、一緒に新潟行かない？え？うちの実家も自然は多いから、こんな風に暮らせたら夏美ものびのび写真撮れるんじゃないかなって思って。正直しんどくない？結果出すために必死になって、そのために写真撮ってるみたいで。うちに来れば仕事の心配はいらないし、ほらうちの親すげえ夏美のこと気に入ってるから、二人とも絶対喜んでくれると思うんだ。それってプロポーズってこと？いや、そういうわけじゃないけど。そういうことなのかな。それは後々しっかりと。夏美？夏美？水尾さんは今日は少し疲れたそうで奥で寝てます。はい。1026円です。レジに入れとけ。でもこのうちはな、年寄り二人だけで暮らしてんだ。お前たち役に立ってやれよ。ありがとうございました。スピード出すと危ないぞ。はい。お父さん、レーサーだったんでしょ？なんで辞めちゃったの？どうしてかな。怖くなっちゃったからかな。
かっこ悪い。そっか、そうだよな。どうだ、かっこ悪いか。ちょっと、ほら、どんどん開けちゃった。開けちゃった。レーティーこっちの登場よ。おー、二人とも綺麗だ。ありがとう。すげえ。お兄ちゃん、瞳にもやらせて。うん。はいはい。やらせて、どんどんつけてやんな。どんどんつけてやれ。上の方でやるんだ。どん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 。ありがとう。ちょっと待って。綺麗。どう？すごい綺麗。お兄ちゃん、火つけて。うん。子供の扱い慣れてるんですね。新月さんってバツイチだって。そうでしょ。養育費を払うのが大変だったよ。いつもぼやいてるよ。へえ。けど俺にはそれが羨ましくてね。お風呂が炊けましたよ。一番風呂。とみちゃんは後でおばあちゃんと一緒に入ろうね。今人の話してなかったか。文月さんってどういう父親だったんですか。お前やっぱりしてたんじゃねえか。父親ってどういうのか分かんなくて。直接聞いてみりゃいいだろう。もう他界したんです。そうか。毎日毎日休みなく働いて突然病気で。だからそんなんで幸せだったのかなって。さあな、俺は家族より仕事を取った男だからな。幸せだよ、家族のために働けるなんて。幸せだよ。雲月さんだってそうだろ。俺は子供に養育費すら送ってやれなかったからな。別れたことを後悔してんのか。後悔はしてないよ。けど息子にありがとうって俺の子供に生まれてきてくれてありがとうって言ってやることができなくてさ、それが心残りで。
おはよう。おはよう。おはよう。地蔵さんって本当にタンポポが好きなんだね。タンポポは花が終わってもたくさんの命を空にふわふわ飛ばすことができるなんて、なんて素敵なんだって思うよ。またホタル探しに行こう。そうだ、今度はもっと遠くに行こう。うん。あ？あんたじゃないんだよ。どこ行ったかね。どっかで見かけたぞ。テレビの裏あたりに落ちてないか。あんなとこじゃないよ。ねえ信号、私急に倒れたんだよ。救急車。ああ、安葉ちゃん、ここの住所と電話番号。もしもし、救急車お願いします。住所と電話番号。はい。地蔵さん。そうです。大丈夫。地蔵さん。はい。地蔵さん。動脈瘤破裂だそうです。ごめんよ。安ばあちゃんが謝るの。親より先にこんなになっちまうなんて、本当にこの子は親不孝もんだよ。ばあさん、余計なお世話かもしれないが、地蔵さんのことあの人には伝えたのかい？そんな必要ねえよ。あんたの孫を産んだ人だぞ。今さらってもしょうがねえよ。そりゃあんたはそうかもしれないけど、地蔵さんはどうだ？うちの問題に口挟まないでおくれよ。確かに俺は他人だ。だが口の利けねえ地蔵さんの気持ちを汲んでやれるのは、ばあさん、あんただけなんだぞ。お前らもう帰れ。そんな、無理してここにいる必要はねえ。無理なんかしてません。ばあさんのために言ってんだよ。あの親子はもう50年以上二人で過ごしてきたんだよ。下手な同情は無用なんだよ。
おはよう。おはよう。おはよう。これ地蔵さんに。へえ、文字が書けるんだね。雪の下で夏美は大人なのに何にも知らねえんだな。みんな待ってるってよ。安ばあちゃん、お願いがあるんだけど、うん、地蔵さんの家族に連絡してあげてほしいの。なんだよ、みんなして。私が悪者みたいじゃないか。いや、あの、僕ら地蔵さんから聞いたんです。別れた奥さんや息子さんのこと。の終わったことなんだよ。そんなことない。地蔵さんは絶対会いたいはずだよ。この子は私の子なんだ。この子の気持ちは私が一番よく知ってんだ。帰っておくれ。やっぱりもう俺らがあれこれくしゃさん問題じゃないのかもね。帰ろうか。諦めるんだ。え？帰れって言われたら帰んの。慎吾はいつもそうやってすぐ諦めるんだよ。そりゃそうだよ。そんなんでプロになれるわけないよね。私のお父さん、多分私のためにレーサー辞めたの。私お父さんから夢奪っちゃったんだよ。だから慎吾が私のために写真を諦めようとしてるなら、私はそんなの絶対嫌だから。まだ帰ってなかったのか。雲月さんってどういうもの掘るんですか？阿弥陀如来、不動明王、千手観音菩薩なんか掘る。
一木造りだ。わかるか。いえ。大概は寄せ木造りだ。失敗してもそこだけ削り直せば済むからリスクが少ない。材料費だって安上がりだ。けど俺は仏一体を一本の木材から削り出す。わずかな失敗が全てを台無しにする。わかる気がします。私もフィルムで撮ってるんです。フィルムは現像するまで仕上がりが分からなかったり、観光すれば一瞬でダメになってしまう。そういうのが好きなのかもしれません。一丁前のことを言いやがって。すみません。まあでもそんなんです。何一つ結果は出せてないですし。結果？本当に自分はこんなんでいいのかって、撮りたいものなのかって。結果じゃねえ。才能ってな、覚悟のことだ。覚悟がなきゃ結果も出ねえよ。もしもし。夏美ちゃん、計算が。しないでゆっくり休んで。ありがとう。慎吾君も。いいえ、僕は何も。母ちゃん、ほらみんながいるからもう十分だ。聞こえたんだよ、母ちゃんの声が。けいぞう、お前は会いたいかい、君ひでに。君ひでにはもう違うお父さんがいる。呼ばないでくれてよかったよ、本当に。そっかい。俺が会いたかったのはここにいるみんなと、あと子供たちだけだからよ。
安ばあちゃん、もう帰ってくるなら迎えに行ったのに。いや大丈夫だよ、少し休まないと。ありがとう。タンポポ。先生がね、油断できる状態じゃないって。けどの息子な、君秀ってこの字から取ったんだ。タンポポは踏まれても自力で起き上がる強さがあるし、みんなに愛される花だって。あの子が一生懸命考えた名前なんだ。そうだったんだ。安ばあちゃん、やっぱり地蔵さんの家族に連絡できない。でも地蔵さんは。全く嘘の下手な子だよね。悪いけど一緒に行ってくれないかい。情けないけど一人じゃ心細くって。さん、急にこんな申し訳ないです。慶三が一方的に別れを切り出したくせに。いえ、それはもういいんです。私は慶三があんなになっても別れたくないって言ってくれた宮子さんの気持ち、もう本当にすごく嬉しかったんです。でも慶三は俺といたら幸せになれねえって頑固で、私と似たんでしょうね。本当に申し訳ない。お母さんやめてください。もう昔のことですから。それで病状は？
伺います。そうですか、ありがとうございます。でも君秀はいけないと。すみません、悪気はないんです。あの子は主人のことを気遣っているみたいで。優しい子に育ってくれましたね。どこに置こうかな。じゃあここに置いて。うん。本当にありがとうね。いいの、これで十分。君秀です。大きくなったな。お父さん。ありがとう。ありがとう。俺の子供に生まれてくれて本当にありがとう。夏美の言う通り、諦めないでよかった。うん。ごめん。俺自分に自信がないのを夏美のせいにしてた。でももう逃げないから。実家継ぐよ。うん。
別れよう。俺夏美の写真大好きだから。
これで結果出そうか。さあ、わからないです。雲月さんは結果が出なかったこととかありますか？100年早いんだよ、バカ誰が。結果なんて出たらそれでしまいだろうが。けど地蔵さんのこんな顔、俺見たことねえけどな。知人みたいだね。ありがとうな、夏美ちゃん。うん、ほらほら、これ見て、素敵よ。あ、本当だ。ありがとう。ほら、もう何にも思い残すことはね。何言ってんの、縁起でもない。本当よ、この親子もが。母ちゃん、ほら、三つ目の恵みをもらうことができた。それって、私の写真にもその言葉が書いてあったの。多分お父さんの字だと思うんだけど。そうかい、そうかい。ごめんな、言ってなかったんだけどよ。離婚してすぐの頃だったか、バイクのレーサーをやってるって男がフラッと来てな。それってお父さんのこと？夏美ちゃんが初めて俺を撮った時、まっすぐ俺を見る目を見て、もしかしてって思ったんだ。そしたら同じバイクに乗ってる。お父さんな、仲間をレースで亡くしたってえらく落ち込んでてな、プロを続けるべきかどうか悩んでた。だから教えてあげたんだよ、人生には三つの恵みがある。うちのお父ちゃんがよく言っててね。だから慶三って名前つけたんだよ。一つ目はこの世に生まれてくる喜び、二つ目は親に愛される喜び、そして三つ目は親になって子供を愛する喜び。夏美ちゃん、お父さん夏美ちゃんのことを愛してたんだよ。
何よりも幸せだったんだよ。他人と比べなくてもいいんだよ。久しぶり。遅くなりました。Thank you.
にしておきようか。地蔵さんがうまいって言ってくれた酒だよ。美味しい。酒は毎年同じ味にするために神経を使うんだ。家に帰ってみて親父みたいに変わらないことを守ることも大事だって思えるようになったんだ。それを地蔵さんと夏美に伝えたくて。さっさと用件を言え。この写真の地蔵さんを彫ってほしいんです。おすばあちゃんが言ってました。地蔵さんがいなくなってから子供たちがしょんぼりしてるって。おい、仏師に仏像を彫れって言ってんだ。ゼロが一個二個足りねえんじゃねえか。すみません、今これが精一杯で。でも絶対払いますから、毎月少しずつでも。写真でもうかんのか。それはわかりません。おい、ふざけてんのか。稼ぐために写真を撮るのはやめました。誰かを笑顔にしたり人の心を動かしたり、そういう写真が撮りたい。それを地蔵さんがみんなが気づかせてくれたんです。
甘っちょろいこと抜かしやがって。それは分かってます。でも私は絶対に諦めません。条件がある。いいか、俺が掘るのは木造だ。最高級のヒノキの芯材使っても雨ざらしにしておけばやがて腐っちまう。わかるな？地蔵菩薩を守るための祠が必要だ。祠？お前が作れ。どうやって？そんなことぐらい自分で考えろ。金はこれを使え。ありがとうございます。別にお前のためじゃねえよ。着いたよ。ただいま。よく来てくれたよって話しかけてきそうだね。うん。あれ、ヤスばあちゃん。文月さんやるな。幸せもんだね。うん。ねえ、写真撮って。え？俺が？いい写真頼むよ。やだな。プロに頼まれたくないんだけど。はあ？一緒にプロ目指してたくせに。行くよ。もう一枚行くよ。Thank you.
ここ？うん。ねえ。うん？この子が生まれたらさ、パパとママのところに生まれてきてくれてありがとうってたくさん言ってあげようね。うん。パパとママだよ。